北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は YouTube と Podcast でお届けしています。北川先生、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、先週に引き続き今週も質問が来ています。今週は、28歳女性の方からですね、はい、こんな質問をいただいています。先日学生時代の友人とカフェに行ってきました。はい、相当日々のストレスが溜まっているらしく、職場の人間関係に対する愚痴ばかり。確かにそれは大変だろうなと思い、彼女の愚痴をひたすら聞き続けました。20代も後半に入り、彼女の表情がどことなく学生時代とは違うように感じます。愚痴やマイナスの感情を抱く気持ちは人間なので誰でもあると思うのですが、行き過ぎると口から放つ毒が彼女自身を蝕んでいるようにも見えます。愚痴の多い彼女に対してどんな声かけをしてあげればいいでしょうか、ということです。はい、これは僕はよく楽親会とか勉強会で言ってることなんですよね。はい、人間は自分の体験することを、マイナスに取るか、プラスに取るかによって、全く生き方が違ってくる。人生の、後半の人生のあれが変わってくるんですね。で、そこが、運というものになってくるんですよね。はい。だから、この方に、よく気がついてると思いますけれども、人間には運というものが、もう誰しも言いますね。はい、うまくいった人はみんな運が良かった。本当に、ほとんどの方は、運というものが、不思議な出会いと運が自分を救ってくれたということが、ほとんどの方が言います。成功したたち、世の東西問わずね、いろんな勉強を読むと、みんな運が良かった。でも、その所感には何があるかといったら、その人が根本的に同じ出来事を、マイナス、嫌なことや愚痴や文句や腹立たしい風に受け取るのか、そこをそれとして学びとして取るか、そうだったんで訂正することができて、学びとして取るかによって、その運が大きく分かれてくるっていうか、だから、嫌な出来事は皆さん、私もみんなも、出会うんですけども、どこから学んで、それを希望に、よっしゃ、頑張って、希望を持とうとかいうふうにして、希望につなげるとね、不思議と人生は、良き方向に向かうっていうのは、もう、そうですね。絶対ですね。だから、意味のある、その、運の世界、意図する、神が意図する世界は、幸運の世界っていうのがあるんですよね。その小道を歩もう。必ず誰にもその道が準備されてるっていうことを信じるかどうかですよね。だから、この方には、まず、そのことを教えてあげることが一番思う方向に、人生は進んでいくっていうか、車で言えばニュートラルなんですね。なるほど。バックに入れるか、前に入れるかは、どっちでもいいんですよね。確かに。だから、あなたが愚痴の文句と増えていると、それはバックに入ってしまうし、あそこに意味あるの小さな幸運とか出会いとか、これはきっと何か辛いことだけど、乗り越えれば、何かつながるだろうという希望というものが必ずあると信じると言いますかね。そういうことを絶えず言われ続けることが大事なんですね、親から。辛いことはあるけど、必ずそこには小さな意味があって、それは小さな光源とつながるから、運のせせらぎの音を聞きなさいっていうかね、希望を持ちなさいっていつも親から言ってもらえることが大事ですね。だからそれを同じことをその彼女に言ってあげるといいと思いますね。必ず救いがあるし、必ず逃げ道があるし、必ず幸運が待っていると言いますかね。もう一つだけ言えれば、その人の、ね、いつも言ってるように光を送ってあげると言いますかね、背中に、右回りのね、色で言えばピンクの、幸運の色の光を送ってあげると、結構祈りっていうのは通じるんですよね。だから、神よ、この人に良いことがあるように、幸運があるように、幸せがあるように、この人に良き未来がありますようにっていうふうにして祈ってあげると、その人もいいけれども、自分自身もそれはとてもいいんですよね。ああ、いいですね。
なんかずっと先生がね、その光を送るっていうのはもうかねてからおっしゃってましたし、僕もそれこそ瞑想とかはいろんな何色の瞑想っていうのはいろいろ先生も習って実践してますけど、祈りの方もねやっぱありますよね、そのいろんな光の祈りだから祈りの会を作ろう、まあ、宗教的ではなくてね科学的な、いや思います、本当祈りの会を作りたいっていうのは画策してるんですけどね、人を救いたい、人を無一の人を救いたい、病を救いたい、こういう人を救いたいっていう祈りの会を作りたいな、これは宗教的にやると変なになってしまうから、無料でただ祈ることを覚える会を作りたいなと思ってるくらいですよ、ね、いや素晴らしいと思います。実際科学的にもそういうの結構ありますもんね、証明されて遠く離れたところに祈ってみたいな、そうですね、これは結構科学的だと思うんですね、うん、で、この方が言っているように口から放つ毒が彼女自身をむしばんでるって言いますけども、その通りなんですね、いつも投げたものを相手と自分の二つにこう飛ぶって言いますかね。だから一つは必ず自分に飛んでくるんですよ。うん、投げた矢は二つ、投げた言葉は二つになって分かれて飛ぶんですね。だから一つは相手に向かい、一つは自分に向かう。必ずそうですからね。だからこの方にもう一つ言いたいのは、そういう人とそういう人で会うときは、こう、あれをしてませんって、バリケード、バリア。バリアってよくおっしゃってましたよね。こうやってバーッと、こう、体の周りに光をやって、その人のこと、バリア、まあ、この人が言うように毒って言いますかね。まあ、そういうマイナスのオーラって言いますか、こう、感情が自分の心を蝕まないように、こう、オーラを張りなさい。バリアを張りなさいって僕教えたいですね。パッとこう胸の中心と頭の頂点にこうバリアを張りなさい。まあ、どんなにするかって言ったら、もう左手で3回頭をこうくるくるっとこう、光の網傘をかぶったような感じにして貼り付けなさい。そうすると彼女の毒はこうね、心の毒が入ってこないよということを教えてあげたいですね。そうですね、まさに。でもそれこそ今お話を伺っててシンプルに思ったんですけど、やっぱりまさに、まあもちろんそのね、ご質問者の方がそのご友人にそういうふうなお話するのももちろんだと思いますし、それこそね、せっかくこのポッドキャストあるから、この番組をまあお勧めしてその辺も聞いていただくと、やっぱり変わってきますよね。その先生のお話がやっぱりすごい説得力違うと思いますよ。はい、いやいや、もう本当私、もう何百名もいたら救ってきましたね。そのことを教えて。いや僕もその一人です。手紙がいっぱい、もう本当、段ボール箱、何倍になるぐらい、手紙が来てますよね。人生観変わりました。人生変わりました。良き方向に行きました。会社が順調です。対人関係が改善されましたとか、ずっと仲の悪かった父親と改善しましたとか、そういう人たちはたくさんおられますね。だから、ちょっとだけ気づくといいんです。はい。いや本当に、まあ、今でも全然ないことはないですけど、やっぱり、まあ、先生が一番僕をよくご存知だと思いますけど、なんかやっぱ愚痴を言うとか落ちるとかっていうのがもう本当にもうなんか100分の1ぐらい減りましたね。本当に冗談じゃなく、なんか最後にいつそうなったかなっていうぐらい変わりますよね。そう、本当にだから不平不満と言い訳を用意しないって言いますかね、それを守るだけでも人生変わってくるっていうこと、本当に変わってきますね。だから昔から言われてる、あなたの思いがあなたの人生を作るっていうのは本当ですね。だからどんな思いで、生きていくか、どんな受け取り方をするか、でその受け取る中はニュートラルだから、プラスに入れるのもバックに入れるのも全身に入れるのもあなたのこうね、この法則を知ってなんか良き方向に行くね、必ず救いがある、必ず良き未来が待ってる、そう思えないだろうけれども待ってるって言ってることを何回も何回も体験していくと、まあ、変わってきますね。やっぱ人生っていうのはみんな同じことを言います。でもなんかそのニュートラルっていうのでふと思ったんですけど、やっぱりあれですよね、なんてね、よく言うのがその愚痴とかストレスの時って、自分がそういうふうになってる時どうしよう、どういう状況かなって考えると、やっぱりなんかそのコントロールできないものもコントロールしようとしてるみたいな、だから思い通りにいかないみたいで、なんかなってたことが多いですよね。先生が今おっしゃるニュートラルの状況になると、コントロールをそもそもギアを入れないから、なんか変なストレスがやっぱなくなりますよ、ね。うん、だからこの彼女に言ったけど、彼女は友達を救ってほしいですね。こういうことを言って、このラジオ聞いたりとか、そうですね。から、
あなた投げてることは2つの矢が飛んでいくんだ。1つは相手に飛んでいって自分を蝕む。だから良き言葉を口にしなさい。しかももう一つ言ってるのは、私たちの耳は口で、私たちの言葉を聞いてるのは自分の耳が一番最初に聞くということですよね。あ、自分自身がですよね。発した自分自身が。そう、口と耳がわずか10センチぐらいの距離なんですね。うん、はい。だから、相手の耳は自分とあれとも1メートル以上離れてるんですよね。つまり、こう何が言いたいかというと、あなたの発する言葉は一番自分自身が聞いてて、自分に一番、なんて言いますか、打撃がある、よくの、影響があるっていうことですよね。一番その言霊をまず受けてる最初の人は自分ってことですよね。あ、そうそうそう、そういう表現で、ね。だから、マイナスのことを言うと、自分が一番打撃を受けるっていうことをその友達に教えてほしい。まあ、それを一言、あまりマイナスの言葉よりも、こう、元気になることや希望になることは、良くなるよね、とかいう言葉を吐くように練習していってごらんって教えてあげたいですね。そうですね。まあね、少しずつかもしれませんけど、必ず変わっていくので、なんかそこは僕が言うのもあれですけど、僕も経験していることなので、ぜひね、一緒にみんなで、ね、変わっていければというふうに。そうですね。はい。でもこういうことに気づく、こういう人の友、こういう友達を持つということも、いいことですね。素晴らしいですよね、本当に。で、このことに気づいて、この人は偉いですね。愚痴の多い彼女に対してどんな声を上げればいいでしょうかって。20代でこれが分かるってすごいですよね。ね、救おうとしてるから、その心が素敵だなと思いますね。素晴らしいですね。ぜひまたね、続報あれば教えてください。さあ、この番組では皆様からのご質問、ご感想を募集しております。詳しくは北川先生のホームページ、もしくはメールアドレス、北川アットマーク KIQTS.jp までお寄せください。そして、楽進会、次回は3月1日、火曜日になります。そして断食会、3月25日から27日小国で行われます。こちらも貴重な機会ですので、ぜひどちらもホームページの方に、情報がありますのでチェックしてみてください。さあ、そして、この番組と連動して、瞑想の基本と実践、音声プログラムも、ご好評いただいています。北川先生が、自ら、瞑想について、基本、そして実践についても誘導をしてくださっています。こちらも、ホームページに詳細がありますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今日も、リスナーの方からの質問にお答えいただきました。北川先生、また次回もよろしくお願いします。